人と会話するとき、口元が見えるのと見えないのとでは伝わしたマスクが近づいて間違ってきます。そこで使い捨てマスクと透明フィルムを使って簡単なマウスシールドを作ってみました。透明シートは横が19センチメートルくらい、縦が12センチメートルくらいです。この部分には滑り止めのテープを貼っています。まず使い捨てのマスクを3つに折ります。で、この空いている部分に透明シートを挟みます。このゴムを耳にかけると簡単なマウスシールドの出来上がりです。ちょっと口元が見えるだけで随分伝わりやすくなるので、どうぞ作ってみてください。